皆さんご機嫌いかがでしょうか。フジャンでございます。今回視聴者様のリクエストで何件かタイガの装備を紹介してくださいというコメントがございましたので、今回それにお答えしていきたいと思います。今回はこのタイガに出てくるトライスクワットの3人、タイガとタイタスとフーマ、これまとめて紹介していきたいと思います。さあ、このタイガなんですけれども、それまでのウルトラマンシリーズともう全く違う設定というのが、やっぱり主人公が3人のウルトラマンに変身することができるという点でしょうね。この3人というのもそれぞれもう故郷も違いますし、なのでデザインも統一感が全くなくて、それがね結構面白いんですけれども、皆さんはお好きなキャラクターはどのウルトラマンでしょうか。一体ずつねしっかり見ていきますので、それでは、お楽しみくださいませ。まずですね、このタイガなんですけど、こちらはもうおなじみですね。このタイガシリーズ自体がもう太郎の息子ということで、もうそれが大きなコンセプトとしてね、制作されているので、息子のタイガもお父さんの太郎のデザインをいくつか受け継いでますね。まずやっぱりこの特徴的なウルトラホーン、これもちょっと現代風なアレンジが加わってますけども、しっかりとその角もいい親譲りですね。あとプロテクターとかがなんかこうやっぱ現代風だなと思いますね。一応このレッド底なんですけども、しっかりメタリックブルーとかも入っていて、割とこのなんかおもちゃ映えするようなカラーリングになってますね。まあゼロほどの派手さはないんですけれども、なかなかかっこいいデザインだと思います。はい、お顔はこんな感じですね。まあ、装備はなかなか完成度高いんですけども、実際のスーツの顔というのがねかっこいいけど、ちょっとなんか幼さが残るようなデザインなのも特徴で、そういった部分というのが装備になると結構なんか純粋にちょっといかつい感じがしてね、これはこれ僕好きですけどね。太郎と比べるとこんな感じなんですけども、息子といえど顔に関してはウルトラホーン以外はもう全く別物と言ってもいいですよね。それくらい違いますね。一体お母さんが誰なのか、めちゃくちゃ気になるところではございますが、ゼロとかタイガがもし昭和に生まれてたら多分黒目とかあったと思うんですけどね、あくまでこの現代に活躍するデザインですから、ちょっとこのようにね、だいぶアレンジかかってますけども、かっこいいですねどっちもね。プロテクターとかもこんな感じでですね、プロテクターがあるという点だけは受け継いでますけど、デザインがもう全然違う、すごいですね。あとタイガはこうお父さんと比べるとね、結構シルバーな、部分が多いんですよね。もうここまでシルバーが多いとタイガはもうシルバー族なんじゃないかと思ってしまうくらいなんですけど、まあ、肩とかは、割と省略されてますけど、こんな感じでかっこいいですね。こちらが変身アイテムのタイガースパークですね。こちらもなかなかディテールが細かいですね。最近の装備はね、塗装は少なくても造形だけは本当にしっかりしてるのでね、これタイガは結構おすすめかもしれないです。さあ次がタイタスですね。僕デザイン的にタイタスが一番好きかもしれないな。タイタスはこのようにマッチョ系のウルトラマンなんですけども、体色はねなんかこうベリアルっていうかサンダーブレスターみたいな感じの、ボディカラーですよね。そしてこのタイタスはなんといっても U40 の戦士なんですよね。まあ、U40 というとウルトラマンジョーニアスの、生まれ故郷でもございますが、なのでカラータイマーの部分とかもしっかりとこのスターシンボルの形になっているというのも特徴的ですね。まあ、でもタイタスはこうプロテクターをつけてたりとか、あとこの甲冑のような頭部のデザインとかもそうなんですけど、割とね U40 の戦士っぽくはないんですよね。でも長年他の作品とかでは出てこなかった U40 の設定とかがね、受け継がれてるのは結構嬉しいですね。ジョーニアスとタイタスは全く親子とかではないので、もうデザインも比較のしようがないくらいね別物なんですけれども、まあ一応ねジョーニアスはかなりこのシンプルなラインだったのに対して、タイタスはなかなか派手で情報量が多いですね。ちょっとソフビの出来がすごすぎて、トライスクワットの中でもともと好きなんですけども、ソフビの、ランキングとしてもこのタイタスがこの中で一番いいと思いますね。タイタスはちょっと目がね薄く
なんか青みが入ったような、最近のウルトラマンで結構多い、光り方をしてるんですけども、こんな感じですね。タイタス結構人気ありますからね。このソフビもなかなかおすすめです。はい、次は3人目のウルトラマン、フーマです。フーマはこの爽やかなね、青いウルトラマンということでして、結構この体のデザインとかも3人の中では結構シンプルですね。一応オーブたちが誕生したオーヒフティから、来た戦士ではあるので、ちょっとそういったオーヒフティ系のウルトラマンのデザインも一部受け継いでるところがありますね。例えばカラータイマーとかのデザインはこのルーブ系のデザインと全く同じで、あのルーブ系のウルトラマンはあの昭和のウルトラマンたちと同じようにシンプルなカラータイマーに見えるんですけども、縁取りの、部分に細かいねモールドが彫られているのが特徴的で、そういった部分がこのフーマも全く同じデザインとして受け継がれているというのが特徴ですね。で割となんかこう平成ウルトラマンっぽいデザインをしてるかなと思いますね。特にこのプロテクターとかも割とシンプルで、あと顔とかも割と3人の中ではあまり攻めてないデザインなので、よりそう感じるんでしょうね。でも実はこの目の形とかは割と新しい形をしていたりします。なかなかかっこいいですね。フーマはもともとですね、今回こう塗装省略されてるんですけども、実際のスーツには、黒いラインが入っている部分が結構あるので、これもリペイントしてあげるとさらにシックなイメージになるでしょうね。なのでこのソフビはもう基本的にはもうブルーな、ウルトラマンということでね、本当にシンプルなデザインですね。背面こんな感じですね。なかなか。プロテクターもブルーで塗装されてまして、こちらは成型色の青色とは全く異なった薄いメタリックブルーですね。あとこの頭部に流れているラインもこちらもねメタリックブルーなんですけど、色合いがかなり濃いものになっているので、いろいろな青が使われてて楽しい装備ですね。はい、というわけで今回はタイガの劇場版の公開に合わせて、このタイガの、トライスクワットの3人の装備をご紹介させていただきました。いやー相変わらずクオリティが高くてね、嬉しいですよね。僕のおすすめはやっぱりこのタイタスなんですけれども、タイガもフーマもね基本的には完成度なかなか高いの で、タイガを購入する際には結構この目の塗装の、部分というのがね割とこうはみ出しとかが多いので、できるだけ綺麗な個体を厳選してあげるのが、選ぶコツかと思います。というわけで、僕はちょっと映画は初日には見れないんですけれども、なので、できるだけネタバレのコメントなどはしばらくは控えていただきますようにお願いいたします。というわけで、なかなか大変な時期でございますが、手洗いうがいをしっかりして皆さんも大河の劇場版を見に行きましょう。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。